こんにちはチームハロンズですこちらは米国以外のハイ,イクラスの経済指標に対するエコノミストの見方をご紹介する番組です今回は3月7日日本時間21時に発表されるメキシコの2月消費者物価指数 CPI ですこれはメキシコの CPI と政策金利の推移を示しています緑が総合前年比黄色がコア前年比ピンクが政策金利です政策金利を11.25%へ引き上げて抑制的な金融政策を維持しているため物価上昇圧力は後退しています コア CPI はリバウンド傾向も見られますが、中銀は2月の会合で入手可能な情報次第で今後、金利調整の可能性を示唆しており、利下げ開始の手がかりとなるか注目されます。こちらは、メキシコの2月 CPI、総合前年比に対するエコノミスト予想です。エコノミストの中央値、いわゆるコンセンサスは4.42%と、1月の4.88%より低下すると見込まれています。年月比も、1月の0.89%から0.12%へ大きく伸びが鈍化するとされており、 マーケットの目線はハト派的なようです。ただ、4.5%付近にもエコノミスト予想のピークが見られるため、予想ほど下がらない危険もあります。ここでチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説してキャンペーンにエントリーすると、通常の講座解説特典2000円に加え、新規取引1回1万通会場でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典、5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引量に応じて最大100万円、合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。 詳細は QR コードまたは YouTube 概要欄のリンクより先のページでご確認ください。最後に、市場発表後のメキシコペソ円の変化率を6時間先まで示したチャートをご紹介します。表中のサプライズはコンセンサスと結果の乖り具合を示しています。全体的には、サプライズ方向に反応する傾向が見受けられ、サプライズ次第で上下両方向のリスクが考えられますが、利下げ開始が意識される中で、ネガティブサプライズの方がより市場へのインパクトが大きくなるかもしれません。お取引する際はご注意ください。 最後に番組が気に入れば、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。本日は以上となります。